YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業三崎です。今回ご紹介させていただきますお車、こちらになります。はい、新車ワゴン GL ガソリン肉、そして内装が純正配列のベースシート、こちらの車ご紹介の方させていただきます。では、トヨタメーカーオプションからご説明させていただきます。まずこちら、トヨタセーフティセンス、でパノラミックビューモニターのカメラ、で LED ヘッドライトと前4点インテリジェントクリアランスソナー、で LED フォグランプ、こちらすべて装備しております。はい、でフレックスのカスタム内容なんですけれども、まずこちらガッツミラー、ボディと同色パールホワイトで塗装しております。で下ですね、こちらフレックスオリジナルのデルフィーノラインのフロントスポイラー、こちらも取り付けしております。はい、でこちらの車車高なんですけれども 1.5 インチローダウンしております。なので 3、4センチぐらい純正車高より低くなっております。でこちらがフレックスオリジナルのデルフィノラインのオーバーフェンダー、こちらつけることによって通常よりも低く見えること、見えるようになります。はい、でタイヤホイールなんですけれども、タイヤがグッドイヤーナスカータイヤで、ホイールがフレックスオリジナルのデルフ03、こちら17インチセットで入っております。はい、でリアのメーカーオプションですね、こちらがまずデジタルインナーミラーのカメラの部分と、後ろにも4点インテリジェントクリアランスソナーついております。でこちらにバックカメラもついております。でイージークローザーついております。でこちらの車、片側電動パワースライドドアで、反対側に小窓がついているお車となります。ではまずベースシートの内装どうぞ。はい、でまずなんですけれども、1列目の2脚と2列目3列目4列目こちらすべてフレックスオリジナルのシートカバー取り付けしております。はい、で続きましてこちらですね、フレックスオリジナルのフットパネル、こちら2枚取り付けしております。これあるとないとじゃ全然見た目が違って、ような骨組みだけになっちゃうので、これはあった方がいいと思います。はい、で後ろのクリップダウンモニター、カロッツリアのものついております。はい、で前のナビ7インチのカロッツリア SD ナビついております。でバックに入れるとバックモニターの映像流れます。でボタン一つでバックモニターとパノラミックビューモニターの映像が流れるようになります。はい、で続きましてこちらデジタルインナーミラーの映像ですね、リアゲートの上のカメラの部分から映像が流れています。でこちらのレバーを押していただくと普通のミラーにも切り替わります。で助手席エアバッグと 100V コンセントついております。はい、いかがでしたでしょうか。パールホワイト、ガソリン肉、そして内装がベースシート、こちらの車当店入庫してきましたので、ぜひご検討の方よろしくお願いいたします。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。